クルブジムナスティックでタラゴナは、カタルーニア州のタラゴナに、本拠地を置く、サッカークラブチームである。2021から22シーズンはプリメーラディビシオン、フェフに所属している。ヒムナスティックタラゴナと表記されることもある。2005から06シーズンには、セグンダディビシオンで準優勝し、3度目となる一部リーグ昇格を、果たしたが、2006から07シーズンは、 プリメーラディビジョン20位と低迷し、再び西軍団に降格した。ジムナスティックダ・ダラゴナは、トマス・マルティの体操クラブのかつての会員たちによって、1886年3月1日に設立された。 1893年7月には、クルブヒムナスティコスでタラゴナという名称を使い始め、1914年12月には、自治体内の別のスポーツクラブクルブオリンピックを吸収し、サッカー部門を設立した。それ以後チームはその歴史を通じ様々は競技場をホームとし、最も長くかつ代表的なものが1922年からの、 アベニーダデラ・カタルーニャ・スタジアムで、現在のホームスタジアムは1972年2月2日にオープンしたのをアスターディである。1947年から1950年までの3シーズンはプリメーラディビションにあり、その後2006年6月3日のヘレスデラ・フロンテーラのエスタディオ・ムニシパルデ・デチャピンでの試合で昇格を決め、2006から07シーズンは再び一部リーグに属した。 中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。